大人でも難しすぎる平成のメイキングトイ。まずはイラストを選ぶ。ご近所物語大好きだからたまらん。この美香子とつとむに決めました。ここに正反スクリーンを乗っけてプリントペンで写していく。写し終わったら水にぶち込み、スクリーンを揺らす。インクがなくなるまで。うん、いい感じ。水気をしっかり取り、インクを塗っていくよ。ちなみにこのインク服についたら終わります。親大発狂不可避。インクを塗ったら本体にスクリーンをセットします。年賀状や布に約400回プリントできるよ。私は布にプリントします。うまくできてるかな。おー、かわいい。ケリーちゃんもプリントしたい。かわいい。インクが乾くまでドライヤーをかけて、当て布をしてアイロンをかけたら完成。ハッピーデリー風のポーチを作っていくよ。ご近所物語はリアタイ世代じゃないんだけど、ラナにハマった後に読んでめちゃくちゃ大好きになって、初任給でミシン買おうと決意した作品。完成。裏地は真っピンクにして、なかなか可愛くできた。